今ですね、パラオにいます。で、パラオの今ね、ラーメンを食べに来たんですけどね、ラーメンハウスっていうね、ラーメン屋で今食べてるんです。一応これ日本人経営なんですけどね。で、パラオのラーメンっていうと結構インスタントラーメンが多いみたいなんですけど、一応こう生麺ですね。で、店内すごい狭いですけどね、テーブルが4つしかないんですけどね。で、今こう味噌ラーメンを頼んだんですけど、味噌ラーメンも今の食べるんです。海外のラーメンって美味しくないこと多いですけどね。まあでもちょっと今食べてみます。なんか麺が伸びてますね。結構コシがないんで。まあでも、ね、海外のラーメンこんなもんかな。まあでもスープはね結構うまい。麺がちょっとあれだけど、スープ。Okay. あ、それ。で、自分が頼んだのがこれがね、醤油ラーメン、あとチャーハンセット、これで8ドルです。これも多分ね、麺があんまり見えない。まあこれ、まあ本当なんか日本の昔だからな。で、麺がね、ちょっと微妙かな。まあでも海外のラーメンってこんなもん。まだ食べてますと、車の人ですけど、あれは家に来るしかない。うん。あ、でもチャーシューうまい。チャーシューマジうまい。で、チャーハンをちょっと食べましょう。で、チャーハンが、うん、うまい。麺だけがちょっと腰がないけど、まあそれ以外は全部、はい、結構うまいです。海外でしたら上出来な味です。